皆さんこんにちは、川村楓です。セブ留学の1日前になったんですが、今日はパッキングをしていこうと思います。アメリカ留学の時も韓国留学の時もパッキングの動画出しているんですけど、そんな私が海外のパッキングの時に、備えあれば憂いなし、でも備えがなくてもなんとかなるっていうのを私は大事にしてます。これは日本にしか売ってないからとか、海外のものは質が悪いからっていうので、あれも持っていけこれも持っていけっていう人が多いと思うんですけど、でも大体なくてもなんとかなります。もちろん不便だったりはするんですけど、言ってね、現地の人もそれで生活しているので、あまり不安にならずパッキングをするっていうのが私の経験から学んだパッキングマインドなので、そういう人間のパッキングだと思ってぜひ見てください。それでは早速レッツゴー。まずカバンから紹介していくんですけど、スーツケースは今回のために買いました。今までずっと使ってたやつがもうコロコロが効かなくなっちゃったので、今回買ったのはサムソナイトっていうブランドのものです。すごい丈夫でコロコロもスムーズで、すごい評判が良かったので買ってみました。もともと5万円ぐらいするやつがセールで3万5000円ぐらいで買えたんですけど、長く使うものなのでいいものを買おうと思って買いました。あとは手荷物用にリュック、結構大きめで、この前タイの旅行はこれだけで行きました。ここに手荷物入れて、あともう一個手荷物、これは普段から使っているバッグですね。ここにまあ貴重品とか入れてっていう、この3つでフライトに臨むつもりです。今回利用する留学エージェントのスクールウィズと学校の B7 から両方持ち物リストが送られてきたので、それを見ながらパッキングしていきたいと思います。まずは一番大事なパスポート。このパスポートケースはシーインで買いました。でちなみにパスポートは有効期限が6ヶ月以上有効なものが必要です。渡航がどんなに短い旅行であっても6ヶ月以上必要なので、もしパスポート1年以内になっちゃってる人はすぐに更新した方がいいと思います。で次、航空券と学校からの資料ピックアップ案内って書いてるんですけど、私は全部手帳にメモってます。学校の緊急連絡先と住所、あとフライトのスケジュールと自分のパスポート番号と自分の英語の住所をメモっていきます。あと現金かっこ日本円とクレジットカード、国際キャッシュカードって書いてるんですけど、このお財布も今回のために買いました。海外ではあんまりブランドのお財布とか持ち歩かない方がいいなと思ったので100均で買いました、コインケース。で今回お金は7万円ぐらいだけ持って行って、私は向こうでキャッシングしようと思ってます。で学校に着いてからすぐで現金で払わないといけない費用がちょっとあって、テスト費、水道電気代、管理費、学生 ID 費などなどで、その時のレートによって変わると思うんですけど、約5万2000円ぐらいって書かれてます。で、フィリピンは現金社会なのでカード使えないところは多いと思うんですけど、キャッシングできるのでクレジットカードとデビットカード持っていきます。ビザなんやけどなぜか使えない、反応しないみたいなお店とか ATM とかあったりするので、2枚以上持ってた方がいいんじゃないかなと思います。あとこれ100均でスキミング防止のカードケースを買いました。100円で3枚入りでした。海外保険証と入学許可証とパスポートは2部コピーして書類にしときました。これは手荷物の方に入れておきます。ちなみに私これを韓国留学の時にコンビニで印刷してパスポートを忘れてきて、前日になって家にパスポートがないことに気づいて慌てて探しに行ったという思い出がありますので、皆さん気をつけてください。その時はね、無事にお店に保管しておいてくださって、優しい日本大好き。あと e-travel の登録っていうのが書いてるんですけど、これはフィリピンに渡航する人は全員やらないといけない保険と関税の書類を、今までこう紙で書いてたやつを携帯版でやるやつなんですけど、72時間前3日前からできるので、昨日のうちにやっときました。で次にお洋服と下着が1週間分ぐらいって書いてたんですけど、私は洋服上下3セットずつプラス明日着ていく分1セットとワンピース1枚と、あと学校にジムがあったりサンバのアクティビティがあったりするみたいなので、ちょっと運動できる格好を2セットと、下着は5セット
持っていきます。で、ちょっと宣伝なんですけど、オリジナルグッズを作りまして、じゃじゃーん。この愛らしいウサギちゃんを、私の動画ずっと見てくれてる人なら見覚えあるかなと思うんですけど、この私のオリジナルキャラクターのトッキちゃんのグッズを作りました。この T シャツと、パーカー、こっちは真ん中にいるやつと、あと、こっちは大きくプリントされたトートバッグ。あと、さっきからちょっとチラ見せしてるスマホケースを作りました。これも持っていこうと思います。概要欄に URL 貼っておくので、もし気になる方はぜひよかったら見てみてください。で、次、上着って書いてるんですけど、私はユニクロの UV カットパーカー。これめっちゃ軽くて持ち運びも便利やし、UV カットなので日焼け対策になるから、海とかで待ってる間羽織ってもいいし、室内で肌寒い時に羽織ってもいいので、で、こんだけコンパクトになるのでおすすめです。これは手荷物の方に入れときます。次、タオル。私は4枚持っていきます。一応現地購入もかって書いてるんですけど、最低枚数だけ持っていって、どうしても足りなかったら買おうかなと思います。あと、洗面用具。歯ブラシセット、シャンプー、リンス、石鹸、メイク落とし、洗顔料、化粧水、乳液など。あと、日焼け止めもここに入れてます。ホテルじゃないので、基本的には全部自分で持っていくって思ってた方がいいと思います。あと、虫除けグッズ、3つ揃えました。タイで買った虫除けスプレー。で、これは無比、刺された時用の。で、これはお部屋の虫対策のスプレーですね。この3つ持っていきます。あと、常備薬。私は、整腸剤大事。これは本当に、東南アジアとかね、海外行く時絶対大事な整腸剤。あと、総合風邪薬と、絆創膏と、酔い止め。私は本当に車酔いがひどいので大量に持っていきます。エチケット袋も念のために持っていきます。あと筆記用具と日本語で書かれた英文法のテキストなど普段よく使っているものがあれば持参くださいって学校の資料に書かれているので持っていきます。ノートは一冊だけ持っていって、まあ、足りなかったら買おうかなと思います。あとボールペンだけ手荷物の方に入れときます。多分e トラベルやったから書類書くことないと思うけど念のために海外旅行とか行く人は絶対ボールペン手荷物に入れといてください。あと生理用品とトイレットペーパーも持っていきます。トイレットペーパーがちょっと自分が1ヶ月にどれぐらい使うかわからなかったので検索してみたんですけどだいたい2から4って書いてたので大事に使って3個持って行って大事に使おうと思います。これも現地購入可能みたいです。あとエアコンが強く体が冷えることがあります。上着も忘れずに持参してくださいって書いてて、上着はさっきのこのねトッキちゃんパーカーで大丈夫かなと思うんですけど結構厚手なので、あと普通の靴下も5足持っていきます。で水着は2着持っていきます。で学校にもプールがあって、あとねせっかくねセブに行くのでやっぱりあのジンベエザメと泳ぐっていうのがセブの一番有名なアクティビティだと思うんですけど、それもやりたいなと思ってるので持っていきます。あとサンダル、行くときはスニーカーで行くんですけどサンダルも持っていきます。これフィラのやつなんですけどもうほんまに歩きやすいし一つも足痛くならないのでやっぱりこの形が最強かなと思います。あとパソコンとかタブレットは自分の行く学校とか選んでるコースによって必要な人がいたりいなかったりするみたいなんですけど、私は編集したいので持っていきます。大事なものは絶対に預け荷物じゃなくて手荷物に入れてください。あとこれも南京錠、海外行くときはあると本当に安心だと思います。あのホテルとか部屋に荷物置いててもやっぱり不安やし何があっても自己責任やし、リュックね後ろにしてたらこう開けられて取られる可能性も全然あるので、海外だとこれはあると安心かなと思います。あとサングラスドフで買ったんですけどめっちゃ良かったです。私ちゃんとしたサングラス初めて買ったんですけど、安いやつじゃなくてね、これは確か 13,000 円ぐらいしたんですけど、あのずっと一日中つけてても全然ここも痛くならないし、あの目も全く疲れないのでめっちゃ良かったです。これ持っていきます。あと折りたたみ傘 UV カット 99.9 かな多分ぐらいのやつです。
あとは化粧品ですね、大事な。でここまではスクールウィズと B7 の資料から持ち物を準備したんですけど、ここからは私が必要なんじゃないかなと思うものを入れていきたいと思います。まずパジャマ、カビゴン、下もカビゴン、かわいいでしょ。これはあの韓国のスパオで買いました。ヘアアイロンね、私はサロニアを使ってるので海外でも使えるやつです。皆さんはあの持っていくときにちゃんと海外対応してるものかどうかチェックして持っていてください。あと箱ティッシュ、トイレットペーパーは各自持参ってことはティッシュもないんじゃないかなっていう予想で持っていきます。あと鏡、これ今日100均で買ってきたんですけど、やっぱり座ってメイクしたいのでそれ用に買いました。あとはカバン、タイでね買いました、1000円ぐらいで。で普段多分学校の中で勉強道具持ち歩くときはこれで行くと思うんですけど、遊びに行くとき、海とか行くときはちょっとバカンスって感じのこっちを使おうかなと思います。あと帽子も、これは UV カットしてくれるやつなので日焼け対策と、こうやってね折りたためる便利な品物です。あとはベルト、2本いらんやろって思われるかもやけど、白と黒欲しいので2本。あとねこれは水中でスマホを入れるやつです。海行くとき必要なので持っていきます。あとスマホケース、海外行くときはねすり対策にこういうのを使うといいと思います。まあ、チェーンが一番よくて、紐とか、まあ、これもちょっとハサミで切られる可能性はあるんですけど、まあセブはそこまで治安悪くないから大丈夫かなと思います。でもヨーロッパとかは携帯本当に取られやすいのでチェーンが一番いいらしくて、マニラも結構治安は悪いみたいなので、まあ自分がどこに行くかでちょっと判断してもらえたらいいなと思うんですけど、あとスリ対策だけじゃなくて、なんか海外でちょっと携帯が見当たらないだけで不安になるじゃないですか。ちょっとどっか置いてきちゃったみたいな。日本だとね、まあ行けばお店に電話したらあるかなぐらいの感じやけど、多分海外でちょっと見なくなったりとかしたらパニックになるんですけど、カバンの中に入ってたとかでもね。でもこれやったらそういうこと心配がないから、自分的にもめっちゃ安心っていうので超重宝してます。クリアやからあんまり洋服にもなんかそう目立ちすぎずに気に入って使ってます。あとマスクちょっと多めに入れといて、3枚ぐらいだけ手荷物の方に入れときます。あとはアクセサリー類、まあちょっとだけで、もし向こうで可愛いのあったら買おうかなっていう感じです。あとウェットティッシュとポケットティッシュとハンドジェル、こういうのも持っていきます。あとは扇風機、このパリピのお気に入りのうさぎちゃん。あとは日本のお菓子すごい喜ばれるって聞いたので、でも私は味というよりこう見た目重視で可愛いキャラクターのものを選びました。これでみんなに配れるかなと思ってこれを持っていきます。あとは今撮ってるこのカメラとかマイクとかコード類ですね、充電器とか持ち運びモバイルバッテリーとかを入れて完成なんじゃないかな、多分大丈夫だと思います。今重さを測ってきたんですけど、私は20キロで預け荷物予約してたんですけど15キロでした。でこっちも多分大丈夫でしょうということで、パッキング大成功。これで安心して寝れます。いつも夜中にやってたけど今回は夕方に終わりました。これで明日行ってきたいと思います。私留学ね3回目なんですけど、留学エージェントさんを通して留学するのは初めてだったので、持ち物とかめっちゃ細かくリストにしてくれるのが本当に助かりました。まあだからこれだけスムーズに行ったのかなと思います。いつもはいろいろねネットで検索してやーってなってたので、あとは体調を整えて明日に備えてゆっくり寝たいと思います。はい、ではこの動画が良かった、参考になったよと思ってくださった方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画もお楽しみに。バイバーイ。